ラファエル・ダーウィング・バティスタ・ロドリゲスは、ドミニカ共和国サント・ドミンゴ出身のプロ野球選手。宇トを右ミギ現在は FA。2012年にはシントン・ナショナルズと契約して、プロ入り。契約後、参加のルーキー級、ドミニカン・サマーリーグ・ナショナルズで、プロデビュー。67試合に出場して打率。329.27打点、47盗塁の成績を残した。 2013年は、ルーキー級、ガルフ・コーストリーグ・ナショナルズでプレーし、52試合に出場して打率。322.1本塁打、27打点、26盗塁の成績を残した。2014年は、A 級、ヘイガーズ・タウン・サンズでプレーし、134試合に出場して打率。290.5本塁打、54打点、69。 投類の成績を残した。2015年は、ルーキー級、ガルフコーストリーグナショナルズ、A-9 オーバーンダブルデイズ、a 級ポトマックナショナルズでプレーし、3球団合計で66試合に出場して打率、275.1本塁が、14打点26、26投類の成績を残した。2016年は、a 級ハリスバーグセネターズでプレーし、 136試合に出場して打率28。282.4本類が39打点、56盗塁の成績を残した。オフの11月18日にはルール5ドラフトでの流出を防ぐために40人枠入りした。2017年は開幕をトリプル A 級シラキュースチーフスで迎え、4月29日にメジャー初昇格し、 翌30日のニューヨークメッツ戦にて平らでメジャーデビュー。5月6日のフィラデルフィアフィリーズ戦でメジャー初アンダーを放った。この年メジャーでは17試合に出場して打率。160の成績を残した。2018年6月9日に自由契約となったが、13日にマイナー契約で再契約した。2020年11月2日に FA になった。 ありがとうございます。